ープニングがダサすぎるということで、今回はといいますか、初めましてなんですけど、メタルギア5ファントムペインのなんか難しいミッションの解説をしていこうと思います。これはあれですね、赤道のウォーカーギアといって、ノーアラートでやらなきゃいけないエピソード36のミッションです。多分これ結構最短のルートだと思うんですけど、もしこれより早くできるっていうのがあったら、ぜひコメントだったり動画のリンクだったりやってもらえると、こちらとしても助かります。まあ、適宜解説していくんで、よかったら見てください。ここは飛ばせないんでね、しょうがないです。ヘリの毎回めんどくさいですよ。ここ飛ばせたらいいゲーム。ウォーカーギアを全て排除ということで、まあ、今回は全部フルトンで回収します。まずヘリを降りたら、あの目的地に向かってスタッフラースタッフするやつ、まあ、周りにはね敵もいないんで、もうとりあえず突破してください。で今回クワイエットを連れてきてるんですけど、彼女は何もしません。で DB を連れてきた場合は僕は分かりません。でなぜかというと、今達成率 65% なんですけど、まだ DB を味方にしていないという状況なので、毎回クワイエットを連れてきています。 DB がいるともうちょっと楽になるかもしれないですね。もしかしたら分かんないですね。で目的地近くに着いたら、まずはあれですね、ピットウォーカーギアをスポットします。でこの時になるべく多くスポットしといた方が、まあ、敵の位置が分かるので楽です。なるべく多くスポットしておきましょう。でそしたら山の左側から一度敵がいないので、左側を通って山の上の方に向かっていきます。まあ、ここはね普通に敵に見られることもないんで、思いっきりダッシュしてやるようです。さて上の方に着きました。でウォーカーギアは全部で4箇所にあって、22でまとまって置いてあります。まずはこちらが山の側面側のウォーカーギアから回収します。ここでスポットしましょう。まあ今目視できるだけで敵兵が3体いますね。ただまずこの後ろにいる兵士に一発当てます。で多分ヘルメットをかぶってるんで、ヘッドショットはきついんで、体のどこでもいいんで胴体に当てましょう。今前にいたやつにも当てたんですけど、ここは当てなくても大丈夫です。後ろのやつが眠ればここは OK です。で基本的にこいつらは、まあ、この速さで行けば動かないので、克服をして、あの後ろのごついヘルメットの方の後ろを取ります。ここで CQC でゲットしましょう。さらなんですけど、今気絶させたやつは絶対飛ばせ、フルトンで回収してください。で特にこのごつい方はなんか起きる時間も早いので、早めに回収しましょう。でこの3体を回収したら、次はウォーカーギアですね。でここでなんですけど、おそらく音かフルトンを見られて1体
一人に気づかれます。こんな感じですね。で、まあ、気づかれなかったら気づかれなかったで OK です。見事な敵はさすがだなボス。まあ気づかれても焦らず、ほっとしてれば基本的には見つかりません。失礼。で、基本的に相手にするのは2体か3体2体か2人か3人をしましょう。まあ、4人以上いるとね、ちょっと見られてる場所が多すぎて対応できないこともあるんで、2人か3人の時に対応するようにしましょう。で、このヘルメットかぶってるやつは体に当てれば意外とすぐ眠るんで、眠らせましょう随時。で、今回は幸いなことに2人しかいないんで、まあ、報告してる間にこいつも眠らせます。で、ここでなんですけど、必ず報復して撃ちましょう。通信中でもバレるともうその時点で終了になるんで、必ずバレないように眠らせましょう。で、あとは回復するだけです。まあ、このミッションは比較的簡単なような気もします。でも、なんかのんびり行きすぎるとその敵が不規則な動きだったり、なんか集まってきたりする可能性もあるので、なるべく大胆に思いっきり速さで持っていきましょう。そんな感じです。で、あとはまあこちらに逃げればおそらく敵はいないんで大丈夫です。で、山の手前の方に戻っていくともしかしたら見られる可能性があるので横に逃げていった方がいいでしょう。あとはホットゾーンを離脱すればこれでミッション完了です。ミッションクリア。これで一応今回は命中率の 100% あってノーリトライ、スタッションノーリフレックスで S ランクがでもらえます。以上です。ご視聴ありがとうございました。